今回はこちら日産サクラです。見かけは日本国内ではどこでも走っているような軽ワゴンで、その軽ワゴンがなんと電気自動車になった感じです。でまずやっぱりボディ的には結構小さいですね。全長が3395mm で、幅も1475mm と意外と小さい、そんな感じです。でパワートレインはシングルモーターで、それにフロントにモーターがついている感じで、型式が MM48 交流同期電動機で、最大出力が 47kW で、トルクが 195Nm です。でこの 195Nm をでもって意外に力強い走り、そんでもって加速力も意外に強い感じがしました。位置充電走行距離が 180km で 200km にも満たない感じです。コクピットはまず座った感じ、この見かけが自分が実家で持っているスズキのスペーシアとかそんな感じで、さらに日産アリアのようなそんな要素も加わっている感じです。この金色のステッチもなんか意外にいいかな。運転席部分が意外と広い感じです。ドライブコントロール機能もノーマルとエコモードとスポーツモード、この3つに切り替えることができます。でエコモードはコースティングが結構強い走りをしまして、さらにスポーツモードですと力強い加速と、あと回生ブレーキの能力も強くなります。さらにプロパイロット機能という運転支援機能もついております。それからシートの素材がトリコットという素材を使っておりまして、座り心地的にはなんかちょっと硬めな感じがしました。硬めのシートというのはなんか意外に身体的に疲れにくい感じがしますね。車両本体価格的にはグレードがまず2つあります。 X グレードが239万9100円、一番最高の G グレードが294万トンで300円です。一番最高の G グレードでも諸経費含めると350万1回かなか、ちょっと高い感もありますが、じゃあ走ってまいりましょう。 GO!はい、簡単に見てきたですので、あ、何も良かったです。ああ、はい、あ、すいません。じゃあ、よいしょ。あ、そうっすね。大丈夫っすね。よければどうぞ。あ、はい。あ、そうです。じゃあ、運転席は大丈夫ですね。そう、本当は問題なければ。あのブレーキングで電源ボタンを押していただいて、はい、電源ガチャンとこれ、はい、OK でした。ありがとうございます。変わった位置になる。じゃあ、あのテレスコアってないんですけど、チルトはハンドルできるので、よかったらハンドルとかも調整してください。はい、はい、あった、これだ。あ、そっか、ただあの上下にしか動かないんです。上下は、はい、テレスコはその前後がついてないんですよ。ああ、そうですね。まあ、前後あったらいいなとは思うんですけど、なんかやっぱ多分あのコスト的な問題なのか。コスト、まあ、軽自動車は結構女性の方多いんで、シート前にすることが多分多いと思うんで、あんまりそういった方はテレスコ使わないんですけど。
あ、そうですね。はい。まあ、申し訳ないですけど、ついてないので、ご了承いただければと思います。わかりました。最初エコモードで行かれますか？そうですね。じゃあ、このままよければ。はい。はい。あ、なんだ、そうか。エコモードじゃなくて、パーキングブレーキ解除なんだ。あ、そうですね。自動的に解除されます。まだ左お願いします。はい。で、左出ていただいたら、もう信号右折なんで、一番奥の車線にお願いします。はい。走り出しが静かすぎるんですけど。あ、そうですよね。まあ、電気自動車なので、まあ、リーフとかアリアとかお乗りいただいてますよね。あ、あります。はい。まあ、そんな感じで、一応、まあ、モーターだけなんで、まあ、かなり静かさはあるかなとは思います。しばらくまっすぐなんで、右車線でいいので、はい、お願いします。今、窓開けてますけども、静粛性確認のためにまで閉めていただいても全然結構です。あ、はい。確かに。だいぶ静かさって変わってきました。はあ。はあ。軽自動車って乗ることあります？ああ、何台かありますけど。あ、あります。まあ、軽自動車って言うとやっぱりそのエンジン音も結構車内に響きますし、ただまあ、やっぱパワー不足っていうのは、まあ、どうしてもまあ、規格が、そうですね。CC って規格があるんで、はい、まあ、しょうがないってはしょうがないんですけど、はい、やっぱパワー足りないなって思ったりとか、はい、するかなとは思うんですけど、やっぱモーターが走ってるんで、まあ、トルクも結構あって力強さが感じられるかなと思います。はい。シングルでしたっけ？はい。シングルモーターでしたっけ？あ、そうですね、はい。あ、今エコモードなんで、レスポンスも一番弱くしてる状態ではあるんですけど、でも加速性能って結構十分かなと思うんですよ。そうですね、結構加速はしますね。それとコースティングが結構続く感があるんで。あ、そうですね、このエコモードはコースティングします。だから車間距離ちょっと気をつけないと。まあ多分スポーツモードとか、あとは E ペダルステップ入れてもらったら、坂道の下りとかも全然ブレーキ使わずにいけると思うんで。あ、はい。あらら、もう今入ってる状態です。あ、もうすでに入ってる状態。はい。あ、そうか。そうですね。回生ブレーキの強さとその人の好みに結構いろいろと変えられるかなって感じですね。ええ、若干面倒なところあるかもしれないけど。これ一応モード記憶もできるんで、ああ、そうですね、最初合わせちゃえばもう次電源入れた時もそのモードのままになりますし、はい、まあ、最初だけですかね。ああ、はい、すみません、次の矢印の信号今度右折します。あ、ここで、はい、この先右の車線になります。はい。右か。え、そしたら右側の車線でお願いします。あ、右車線で。
たら、はい、そのままですね、これの次の信号左折なんですけど、このまま真っ直ぐ行って。このまま左折で、はい。このまっすぐ行っていただくと、坂道のところに入っていくんですけど、はい、まあ、結構スポーツモードだとかなりキビキビ登っていけるんで、はい、まあ、よかったらそのモードとか、はい、スポーツとかを試していただければと思います。はい、あと今 E ペダル入ってるんで、はい、まあ、結構減速もクイックな立ち上がりになるかなと思います。はい、中性車が多い。結構そうですね、この辺は多いですね、いつも。だからこうか、まあ、道幅はそれなりにあるので、はい、あんまり、ああ、石川町駅もあるか、これだ。こっちの方に向かっていく感じ。山手からちょっと狭いんですけど、上り坂の区間になりますので、はい、おお、なんか全然楽に登るんですね。そうですね、そうですね、難なく登りますね。全然難なく登りますよね。はい、やっぱ軽自動車って坂道やっぱ苦しい感じが、ああそうですね、そういうのが全くないっていうのがやっぱ電気自動車にしたいところの一番いいところですよね。ああ、はい、はい。全然スイスイ登ってるじゃないですか。そうですね。うん。まあそうですね。まあやっぱスポーツカーとかそういう車になってくると、そうですね。あるかなと思うんですけど。そうですね、はい、ああ、この先にですね、また信号がありますので、はい、信号の左折でお願いします、はい、信号が見えるんですね。ちょっと回り込んでる感じなんですけど。ああ、はい、はい、はい。ん？これですか？あ、そうですね。こちらの信号させてお願いします。ああ、はい。そこからのタップですぐ素直に行くっていうところがあるんですよ。はい。バイクが。バイク結構あるんですよね。まだでよかしいですね。そうですね。つかポイントが悪い。生かしてるんだか止めてるんだかちょっと分かんないから。ええ。
ステアリングは軽い。ちょっとふわふわとしたステアリングだなと思いました。最近結構やっぱあの電動パーセル使ってるんで、はい、まあ、あの低速ブレーキは結構ハンドルは軽くしてあることが多いんですね。はい、速ブレーキとかになればもうちょっと重たくなるので、はい、なんかこういった道での打角量が若干多いかなと。あ、本当ですか。はい、突き当たりの信号があるんで、はい、右折でお願いします。あのクリーニング屋の信号の先ですかね、はい、まあ、あの前のバスとかが、まあ、ああ、はいはい、ん、ああ、そっか、あれが違うのか。あ、そうなんだ、はい、さすが違うんだ。右側入るからね。エコの E ペダルやりました、やってないですね。まだやってないですね。エコの E ペダルも、まあ、なんか、まあ、マイルドのマイルドな感じで。じゃあちょっと。あ、よかった。じゃあこの状態で。これですね、この今 E ペダルは。はい。市場でしかないんで、正直この道、正直そんなにわかんないんですけど。そうっすね、なんか行くようがない、この辺は。そうですね。で、次の信号左折なんですけど。ここですか。はい、これちょっと路中車両いるんですけど、まあ、こうやって左側入ってます。これはなしでしょ。まあ違反ですね。なしでしょ。若干よくは感じますけど、それでもやっぱり効いてる感はあります。なんかその聞き始めがこう、うん、まあ、ただそのなんかアクセル離してもいきなりグーンってかかんないんで、あ、はい、扱いやすさはあるかなと思うんですけど、はいはい、その方が。左で、
どっちもいいです。あ、どっちも大丈夫か。はい、あっち左入ってもらうんですけど、結構この辺駐車場の入り口多くて、あの、はい、左折する車多いんで、はい、まあ、抜けたら大丈夫。あ、はい。あ、左側だったっけ。ただ、久しぶりに今来ましたけど。あ、本当ですか。はい。この市場で、あの、市場で初めて来て。この先あたりで左側入ってきてますか。はい。たぶん、この人もこれ左入ってきてます。これ、また左で。この後さらに。このまま真っ直ぐ行ってもらったら、はい、はい、あ、モードも全然変えてもらっていいですか。このモードならスピード遅くても登ってくる。結構坂道ですけど楽ですよね。そうですね。ああ、そっか。で、こっから合流になるんですけど、はい、あの、合流したらすぐ右車線までお願いしたいので、ああ、はい、はい、あの、右右って感じで行ってください。はい、ああ、そっか、みなとみらいの下が通るの。あ、そこだ。厳しい。結構ここはあの、短いんですけど、はい、あの、モーターで加速ができるんで、行けたら行ってください。これ、この時の合流も結構、あの、パワーあるんで、はい、楽ですよね。そうですね、楽ですね。でこの時また右方向で、ね、あ、はい、ついていくのに必死なマシンじゃないっすね、これは。全然楽ですよ、ね、そうですね、はい、左車線が空いてたら左側。ああ、はいはい、
左側左側の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  じゃないんでしょ。あ、このまま真っ直ぐで、はい。右折して入れなくなっちゃってるんで。ああ、右折禁止。ぐるっと回るような感じで。右折禁止になったのか。そうなんですよ。なんか向かい、ちょうど日産のギャラリーの駐車場出るところの向かい側に新しいビルが建ってて、あ、そこの駐車場は真正面なんですけど、はい、お互いがこう右折させてるとはちょっと危ないって思って。ああ、はいはい。左で。あ、左で。あ、信号差別でお願いします。はい。あ、ベイクオートのとこか。そうですね、はい。ベイクオートの脇から、ぐるっと回って。はい。ここは、あ、でもあれか。左側の車線でお願いします。あ、大丈夫だ。携帯の信号を話してください。あ、はい。まあ、ただ充電器ゼロにすることないじゃない。そうですね。はい、まあ、半分の 50% であれば、まあ、要は 100V でも8時間なんで、なんでまあ別にあの 100V でも、まあ、使い方によっては全然十分かなとは思うんですけど、はい、まあ、そのまっすぐです。まだ、まあ、そうや。信号まっすぐ抜けていただいて、はい、でその先にちょっと橋が困ってるんですけど、はい、橋越えたら左に曲がれるところがあるので、ああ、はい、ここは左にお願いします。はい、あ、そうだ、はい、黄色のバスに行くところですね。あ、そうだ、あ、いないか。よし、結構この辺張ってると思うんですけど、今日は大丈夫。たまに警察が張ってる時あるんですよね。そうなんですよね。そこ結構よく張ってるんですよ。姑息に隠れてるんですよね。そうなんですよ。じゃあ、まもなく到着になります。はい。じゃあ、左に行きます。はい。今回もご視聴いただきまして、ありがとうございます。もし気に入ってくださったのならば、チャンネルのご登録をお願いします。登録ですよ。登録。みんな待ってますよ。